どうも、TKY チャンネルのゆういちです。本日は、4月の22日、木曜日、午前0時30分です。今日は僕の2021年1月に書いたやりたいことリストをただただ朗読していく動画です。では1番から100番までカウントダウンしていきたいと思います。では1番、裕福になる。2、5億円の貯金がある。3、年収4桁万円。4、友達や家族においしいものをご馳走する。5、ユニセフとかに多額の寄付をする。6、長者番付に乗る。7、いいものには糸目をつけない。8番、家にバスケットコートを作る。9、家に専用フリーウェイトを、設置する。10、家に映画館を作る。なんかすごいお金に関することとか裕福になりたいっていう欲がめちゃめちゃ強いですね。では、続きまして11番から。11番、音楽を続ける。12番、ヒップホップのビートを100個作る。13、R&B のビートを100個作る。10、パンクのビートを100個作る。15、ポップのビートを100個作る。100個に執着してるな。16、自分の作ったものをたくさんの人に聞いてもらう。17、サマソニ出演。18、フジロック出演。19、全国ツアー。20、ブリンク182に会う。まあ、好きなバンドですね。21、老衰で死ぬ。22、お酒はほどほどに。これ前めちゃめちゃ反する行動を取りましたね。23、喫煙を控える。これ最近吸ってないで多分達成してる。24、毎日排便をする。大体やってる。25、1日1度は笑う。まあこれも多分できてるな。26、120歳まで生きる。27、50歳でもベンチプレス100キロ上げる。これは先日上げれたんで今のところは OK ですね。28、50歳でもスクワット100キロ上げる。これはちょっと厳しいかも。29歳、50歳でもデッドリフト100キロ上げる。30、毎日運動する。これもまあまあできてる。31、年に4回は旅行に出かける。これはもう倍ぐらい今年の時点で達成しちゃってます。32、バリ島でバカンス。33、アメリカ横断。34、リオのカーニバルに参加する。35、ピラミッド周辺をラクダで周遊。36、万里の長城を踏破。37、富士山登頂。38、47都道府県を制覇。これはまあまあ実現しそう。39、シチリア島で滞在。40、ニセコでスノーボード。41、おいしいものを食べ尽くす。これめちゃめちゃ抽象的ね。42、パリでフランス料理を食べる。43、京都で京料理を堪能。44、北海道で寿司三昧。これめちゃめちゃやりたいな。45、博多でラーメン食べ歩き。これ実は一回やってます。46、台湾屋台で食べ歩き。47、四川料理に悶絶。これ日本の四川料理の店でめちゃくちゃ辛い麻婆豆腐食って、ちょっととんでもないことになったんですけど、一応できました。
48、アメリカでステーキを食べる。49、本場イタリアンを味わう。50、自宅に石窯を作る。51、資本家になる。52、マンション経営。この辺からちょっとまた金のことが絡んできましたね。53、山を買って巨大基地建設。これめちゃくちゃ楽しそう。54、ゲストハウスを作って世界中の人に来てもらう。55、銭湯ワンダーランドを作る。これ銭湯ってお風呂ですね。で、56、飲食店経営。57、グランピング経営。58、FX でバカ勝ち。59、競走馬飼育。60番、株主優待で生活。61、いいルーティーンを持つ。62、毎日6時に起きる。63、毎日23時には就寝する。現在時刻は0時36分ですね。64、毎日起きたらストレッチする。これはちょいちょいやってる。65、毎日筋トレする。これもやってる。66、毎日3食食べる。これもまあまあできてる。67、毎日どこかを掃除する。これはできてないな。68、毎日日記をつける。ほぼ日記はつけてないです。69、毎日文章を読む。これなんかネットの記事とかだったらまあまあ読んでる。70、毎日日記を読み返す。つけてない日記は読み返せないですね。71、かっこいい車に乗る。72、今の車を大事にする。これこの前めちゃめちゃ洗車してあげたから OK。73、サーキットでフェラーリ運転。ジープで、74、ジープでキャンプに行く。75、キャンピングカーで長旅。76、オープンカーでハワイをドライブ。77、バイクで北海道を一周。78、リムジンで仕事場まで移動。めちゃめちゃ生きてんな。79、ロンドンの2階建て観光バスで周遊。80、トゥクトゥクを乗り回す。ああ、これ楽しそうだな。81、未知の世界を見る。これどういう意味なんだろうな。82、何千人もの群衆の前に立つ。ってこれ何考えてんだろうな。83、クフ王ピラミッド内部に潜入。84、ムー大陸到達。何言ってんだろうな。85、月面着陸。86、エベレスト登頂。87、潜水艦で深海へ。88、オーロラを見る。89、シルクロードを歩く。90、与論島上空をセスナ機で周遊。91、幸せになる。92、家族とゆっくり過ごす。93、生前葬をする。94、自分の子供と過ごす。まだいないけど。95、正月に温泉旅館でくつろぐ。96、好きな人たちと毎日過ごす。97、孫を抱き上げる。98、子供と雪山に行く。99、子供とスポーツをする。100、笑って死ぬ。っていうことで、100個読み上げたんですけれども、まあ、この中で何か賛同することがある人は、ぜひ一緒にやりましょう。まあ特に、なんだろうな、クフ王のピラミッド内部に潜入とかめっちゃやりたいなって思うんで、まあどうだろうな、いつになるかわかんないですけど、死ぬ前にはできたらいいなって思ってます。じゃあ。
今日はここで。